じゃん。今日はですね、一人でお送りしたいと思いますが、ちょっと暗いニュースかな、伝えなきゃいけないんですが、まあ今日台湾戦決勝がありました。まあ皆さんもご存知のように負けてしまったというね、まあそういうことになりましたけども、まあ台湾が本当にいい野球を本当にやったと思うし、日本が力が出せなかったっていうこともね、まあ含めてちょっと今から、説明をしていきたいと思いますが、よろしくお願いします。ちょっと重いですけどもね、まあスタメンはですね、今日の台湾戦決勝ということがあって、まあチームを結成してからいろんな試行錯誤をしながらですね、まあこういう形のまあ大砲レギュラーですね、その今年のチームプレミア12のレギュラーがこういう風になりました。まあ1番桑原、2番小園、セカンドね、センター辰巳、ライトに森下、サードに栗原、ファーストに牧、ショートに源田、指名打者に佐野、キャッチャーに坂倉というね、まあまあ非常によく頑張ってくれて盛り上げてくれたメンバーがまあスタートしました。で、結局どういう風になったかというとですね、4対0完封負けを食らったというね、まあ確かに、全日本のメンバーたちは、まあ、非常に疲れも伴い、今日を迎えたわけですけども、まあ台湾も同じことが言えてね、まあそういうまあ言い訳というか、まあそういうことはなしにしたいとは思いますけども、まあ前半、まあ4回までは 0-0 でいきました。で、先発日本は戸郷、5回を95球、まあ、投げて、まあ4失点ということ、まあ、だったんですけども、まあその後隅田、藤平、大勢とつないで、まあ非常に反撃を待ってですね、まあ好投してくれるわけですけども、まあ昨日本当は先発だった林佑民がやっぱ先発できました。罰金50万払ってですね、で4回69球適度に荒れながら、まあ非常に左はスライダーが良かったですね。まあそれと右に対してはインサイドに突っ込んでくるまっすぐとスライダーの投げ分けだったんですけども、まあ戸郷もですね、4回までは悪いなりにこう非常に力強く高め低め、またフォークを落としながらピッチングを組み立てていったんですけども、まあ4回裏にですね、先頭の辰巳がフォアボールで出る。で、スタートするけど森下が打ってしまうというね。まあいいスタートだっただけに、あそこ待ってくれればよかったなっていうふうに思うんですが、まあだけども森下というのは4番を任されてて、まあ打てるというボールが来たら、まあ振るわけですよね。まあそれはそれでいいとして、だから噛み合わせというか、巡り合わせっていうのが非常に、今日はちょっと良くないのかなっていうふうには見てた。で、森下がセンターフライ。で、栗原もセンターフライ。で、牧のあたりが、セカンドがこうですね、ファインプレーをしてアウトにするという、ちょっと嫌な流れができちゃったなっていうようなところの5回だったんですね。で、先頭の林、加勢がホームランという。まあ、ど真ん中に入っちゃったな、外の狙ったボールがですね、まあ、真ん中に入るわけですけども、まあホームランされたと。で、ワンアウトから、まあヒット、フォアボール。このフォアボールがちょっと余計だったなっていうふうに、まあ今考えると思うんですが、ワンアウト一、二塁。まあインサイドにストレート。これを陳傑健に、スリーランホームランを打たれるというね。ちょっと高めを狙ったボールがちょっと低くいったのかなという。まあまあそういう細かいこと言ってもしょうがないんだけども、まあうまく打たれたなというね、まあ昨日からのその台湾のピッチング、バッティングを見てると、まあすごく触れてきてるなっていう印象があったんですよね。まあ昨日は全日本というのは、まあメンバーを変えてたから、まあ今日出てるメンバーがどうだったかっていうのは、まあそんなにわからなかったんだけども、まあ台湾のバッターたちは、やっぱこう、まあ日本のそのドームという環境にも慣れ、日本のピッチャーにも慣れてきてです。まあ結構触れてきてるなっていうような感じはしました。本当にね、いい選手が増えましたね。
あの台湾 の, あのチームがね。で4点を先取され、でその5回裏、まあ、坂倉の当たりがエラー、桑名がヒット、ツーアウト1、2塁で小園、ファーストゴロというね、まあ、ちょっと小園にはやっぱこの大会の活躍をこう考えると、まあ、期待はしてたけども、まあ、ツーアウトからなんでね、なかなかこう点には結びつかなかったですけども、で6回表隅田、がマウンドに、まあ、当然4点取られてるんで、まあ、変えました、まあ、それで隅田、これがですね、素晴らしいテンポ、素晴らしいピッチングで、1イニングを投げ切ってくれるわけですよね、まあ、それで、あ、これはちょっと流れができるかなって思ったんですね、攻撃の。でこのままじゃやっぱ終われないし、反撃を早めにしなきゃいけない、まあ隅田が素晴らしいピッチングで、まあ、素早くチェンジにしてくれた。その6回裏、辰巳三振、森下センターフライ、栗原三振ということで、ピッチャーがね、張躍という、まあ、日本でも投げてたピッチャーなんですけども、非常にコントロールもよく力強く、まとまってるピッチャーだなっていうような感じがした。だから、まあ、この隅田が作ったリズムを攻撃に移せなかった、これはちょっと重くなるなっていうふうに感じたのが6回裏だったですね。で7回表1番からはノーアウト1、2塁、まあ、連打、この連打もですね、台湾のバッターが、まあ、反対方向にきっちり打っていくのね。だから、まあ、これはね、やっぱ考えられたバッティングと思い切りと、まあ、非常に噛み合わさったいいバッティングをしてくるなっていうふうにね思いました。で3番が三振、ワンアウト、1、2塁から盗塁、ワンアウト2、3塁になった。でリン・アンカーの三振で源田、牧のファインプレーで、まあ、チェンジということだったんだけども、もう本当にね紙一重のところだね。リン・アンカーなんかはこう隅田のスライダーを盗塁後、ワンアウト2、3塁後に、もう本当にホームランじゃないかっていうような当たりをですね、まあ、打って、まあ、ファールになって三振をするわけだけども、やっぱりなんかもう、完全に飲まれてるというか、日本がやりたい野球を台湾がやってるというね、で源田のファインプレー、牧がよくすくい上げて、まあ、取ったんだけども、まあ、それでリクエストになり、まあ、アウトになったんだけど、まあ、一時期はセーフになって5点目が入っちゃったかなっていうようなね、あそこところを源田が阻止してくれた、うん、で、まあ、この後もねいろいろ台湾がやっぱ押してくるんだよね。8回表にも先頭打者ツーベース、まあ、進塁打ワンアウト三塁、まあ、三振と、まあ、サードゴロかな、まあ、それで、まあ、チェンジになるわけだけども、まあ、終始押されてるという、まあ、今日の試合でした。で何がそうさせたかというと、やっぱこう日本の選手は非常にプレッシャーも感じてたし、負けれないというね、こともありながら戦ってた。で台湾はやっぱここのところやっぱ力もつけてきてるし、まあ、いい試合をすごく国際試合でもしてきました。まあ、その中でやっぱ今日という日を迎え、で、まあ、昨日のピッチャーの先発ピッチャーをこう変える、罰金を払ってでも変えるという、まあ、そういう執念、まあ、そういうものがちょっと実ったのかなっていうような感じがします。で、まあ、こう看板やピッチャーがですね、まあ、こういうことまでちょっと用意してたんですよ。無傷の28連勝優勝おめでとう、世界大会4連覇っていうことまでね、まあ用意したぐらいちょっとね、信じて疑わなかったんだけども、まあ看板やちっちゃんのなんかこう努力が報われなかったというか、だから非常にただ思うのは、なんかこうこれだけ過酷なるこの中で世界大会をやらなきゃいけないのかとか、なぜ全勝のチームが1敗しただけで2位になっちゃうのかとか、まあ、これはルールだからしょうがないんだけども、まあ、その中でルールを大きく活用した台湾が優勝した、まあ、台湾の野球っていうのは本当に認めるし、なんか本当に心から良かったねっていうようなことは言えるけども、ただ
あの先発を回避したこととか、まあ、そういうことを考えるとね、やっぱりルール上にまだまだこう隙があるなっていうような感じがするし、だからこれで日本は負けたことによって28連勝ならなかったわけだから、それと世界大会も4連覇っていうことから、それが叶わないで、来たわけだから、これからはやっぱ大海という、少し楽な気持ちで戦えるかなという、今まではやっぱこう今年の大会でも負けれない負けれないという気持ちが先行して、なんかこう非常にプレッシャーを感じてた、まあ、予選の時はそんなに相手も強くないし、やりながら非常にリズムも良かったし、まあ、それで勝っていけた。ただやっぱ決勝という独特な舞台、独特な雰囲気の中で戦うという、で向こうはもうとにかく負けてもともとというか思いっきりよく来てる、で日本は絶対なんか勝たなきゃいけないというなんか使命感に駆られて、すごく硬かったなっていうような感じがして、ただこの1敗というものはなんか非常に重いものを背負ったものが少し取れて、楽に次からは戦えるかな、もっと思い切って戦えるかなっていうような、まあそういう1敗にしてほしいなっていうふうに思います。勝つことも非常に勉強になるけども、負ける方がすごく勉強になる時がある。その今日の1敗をですね、まあ次へつなげるためにいい一杯にしてほしいなっていうのが、まあ今の素直な気持ちかなというふうに、まあでも選手たちはやりながら本当に成長したし、精神的にも肉体的にもたくましくなったのかなっていうような気もするし、ただ最後に負けたこの悔しさっていうのは忘れてはいけないし、次へつなげるためにですね、心に刻んでおいてほしいなっていうふうに思います。まあ日の丸を背負うとね、私もアテネの時になんか銅メダルで終わって帰ってきた時にものすごくなんか罪悪感というか、すごい重い気持ちで、なんかそういうことを思い出すんだけども、まあ本当に選手たちはよくやったし、まあ堂々とね、しといてほしいなと思います。もう全然まあ、監督も言ってたけど、私の責任だって言ってたけども、やっぱこう負けれないということがチームに無理をさせたと思うし、やっぱ少しこうメンバーも変えながらね、これからは戦えるんじゃないかっていうようなね、まあ、感じがします。やっぱ負けれないってなると、やっぱ不動で戦いたいとか、まあ、そういう気持ちになるのがやっぱ首脳陣で、まあこれからはやっぱこう体力とか温存とか、まあ、いろんなことを考えながら、まあ、負けてもトータル的に優勝すればいいだろうというような考え方を持ってですね、まあ、戦うと少しは楽に、体力的にも精神的にも楽に戦えるかなという、だからこの一敗は本当にいい方向に向けてほしいと思います。ただ本当にね、1ヶ月近くもうお疲れ様でした。もうとにかくですね、まあ、ゆっくり休んで次へ向かってください。本当は楽しみました、お疲れ様でした、ね、残念でしたけども、次へつなげるように頑張ってください。